はい、ミンゴルファー雪村です。今日は11月の13日の月曜日ですね。先週のカフーオープン、みんなでゴルフのカフーオープン終わってしまいましたが、結果はですね、結局、6351位でした。4アンダーを4つ取ることができなかったのがちょっと悔しかったですけども、結果6351で1万切りは達成できました。初の1万切り達成で1万コインですかね、をゲットできました。そしてもう今週新しい、オープンが始まっているんですけども、そちらの方もトライしていきたいなと思います。ランキングトーナメント、今週は何でしょうか。パンターノオープンですね。パンターノオープンが始まりました。まだ、今昼なんですけども、まだランキングの詳細は出ていません。それでは早速プレイしたいと思います。はい、まだ初めて参加する方が多い感じですね。当たり前ですね。ではでは、1番ホールから見ていきたいなと思います。パンタノカントリークラブ、1番ホールはこんな感じのミドルホールですね。こうグリーンは真ん中奥目ですね。打てない。ワンオンは狙えないようですので、ちょっと番手下げてのこのフェアウェイギリギリを狙う感じですかね。ここはもうできるかな。あ、結構風吹いてますね、はい、このギリギリぐらいを狙っていきたいと思います。はい、あまり流れない。5、6メーターぐらい吹いてると思ったんですけど、残り139ヤード、このくらいですかね。風、追い風、ちょっと弱めで打ちます。どうだ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 。おー、なるほど、まだ強かったんですね。キャリーでカップぐらいまで来ちゃいましたからね。ちょいずらしのここは確実に入れたいところです。ずっ、やってしまいました。やってしまいました。恥ずかしい、恥ずかしい。はい、パンターのオープン一番最初のトライはパースタートということになりました。最後のパットはいかなかったですね。まあ一番最初ですからね、まずコースを知るというところで、まあ特にスコア気にせずにやっていきたいなと思います。今のところはもうバーディーはもう絶対ですよね。飛ばせる方はワンを狙っていけるというコースだったんでしょうね。さあ2番目のホールがロングホールですね。ここは2オンを狙いたいなぁと、狙えるんじゃないかなと思います。ちょっと皆さんの、ああ、やっぱ左ですね。この完全2オン狙いの打ち方ですね。はい、私もこれに習って打っていきたいなと。左から右に風吹いてるんですね。このもうなしでいけるかな。やっぱり 5,6 メーター吹いてますね。このくらいでいきます。このくらいでどうだ。おお、パーもなしで十分でしたね。ここあたりまで来れば、いい感じですね。さあ風ですよね。
結構ラインもちょっと傾いてますからね、ちょっと伸ばし、あ、ちょっと待ってくださいね、11ヤード上がってますね。パワーモードでいきます。どうだ、うん、うん、ここからバウンドして、あ、これ強かったのか、強かったのか、うーん、11ヤード上がってるの難しいですね。さあ、ここイーグルいただきたいなと思います。下り8センチちょい弱めで、はい、いただきました、イーグルですね。うん、ここは前回のカフーに比べたらロングホールでもイーグル取りやすいっていう感じですね。なんとなく今週は高スコアを取らないと自慢切りは難しいなという気配がしておりますが、最後おそらくショートホールだと思いますが、ショートホールの難易度ですね、先週のカフーのショートは結局10何回やったうちの2回ぐらいしかグリーンに残れませんでしたからね、本当にひどい結果です。ドライバーで打ってる方もいたという話を仲間から聞いたんですけども、しかしどんなショートが待ってるか楽しみです。はい、ベストドライブとベストインパクトをいただきました。やっぱりあそこまで飛ばしてギリギリのところまで飛ばすとベストドライブ取りやすいということですね。ただ打ちすぎるとラフまで行ってしまうんで注意が必要というのが2番目のホールの攻略なのかなと。さて問題の3番目のホール、あ、やっぱり雨ですね、雨のショート、こういうこれ右のマウントに落としちゃうと厳しいパットが待ってる感じですね。右から左の風ですかね。なるほど、こんな感じで皆さんですね。あ、風強いですね。うお、これは難しい。これ変なところに落下するとこの斜面をキックして左に飛ばされちゃう可能性があるんですけど、かといってパワーです、マイナス27センチですが、雨ですからね、だいたい一緒ぐらいの感覚、カフーの3番目のショートと一緒な感じで一回打ってみます。どうだ、流されて、あー、これだ、ここいい感じ、もう最高ですね、最初にして最高の。さあ残りのパットが、これはもう軽くいっちゃい、おっ、入りましたね、ちょっと強すぎましたが入りました、これ最高のスタートでしたね、完璧です。ベストニアピンとベストインパクトをいただきました。これ一番最初のホールで、パーになってしまいましたが、あそこもバーディー取っていれば4アンダー達成できたという今日の、1回目の挑戦なんですけども、うん、カフーよりもだいぶイージーじゃないかなと思います。これで1位で 16,592 ということで、うん、そっか、一番最初バーディー取ってるとおそらく 17,800 いってるって、これはあれですね、4アンダー4罰だけではなんとなく1万切り厳しいかなというような感想です。そんな感じで今週も1万切りを目標に頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。